というわけで自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、いや、そんな夢の共演ってありっていうメニューを見つけてしまったので購入してまいりました。それがこっち、ダンダンダン、伝説のスタ丼屋さんの牛カルビ合盛りカツカレー丼の肉飯マシネズン。牛カルビ肉が乗っかった丼ぶりっていうだけでもね、スペシャル感があるのに、そこに加えてもうカレーまでかかっちゃった日にゃっていうことでね、大人から子供まで男子垂涎のもう男の子のためのメニューと感じなんですけれども、このねご飯の量、そしてお肉の量が多いからルー全てかけちゃうと溢れるんじゃないかなっていうことでちょっと余ってしまいましたけれども、この蓋を開けた瞬間に香ってくるカルビ焼肉にかかった甘辛いタレの香り、そしてとんかつにかかってるソースの甘酸っぱい香り、そしてカレーの匂いが混ざり合って、これはもうたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでこちらね、見事にカレーをディップして輝いておりますけれども、とんかつからいただきましょう。やや衣のしなっと感は否めませんけれども、ソースの酸味と衣のパン粉感、そしてそこに染み込んだカレーの風味と混ざり合って、これ夢、本当に夢。いや、このね、衣のパン粉感、いや、これがいいですね。いや、しっかりカレーのルーにもお肉が入ってて、もうお肉がいろんなところで主張しまくってますよ。はい、それではカルビ焼肉いただきましょう。いや、正直カルビ焼肉にかかってるタレとカレーと組み合わせてむちゃむちゃ味濃いんですけれども、このね濃い味付けが白ご飯で追いかけると癖になる美味しさで、いや、こちらも美味しいですね。はい、それではこちらに追いソース、追いマヨでもうぐっちょぐっちょのギットギットにしていただいてやろうと思いますよ。あらーあらー、よいしょさあ、いかがでしょうか。こちら丼の中でだけ世紀末感が漂っておりますけれども、これですよ、もうこれがたまんないんですよね。いただきましょう。いや、ソースの酸味とは違ったマヨネーズの酸味がね、もうこちら相性抜群で、もうじゃあご飯を進める手が止まりませんね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。先日は鶏肉をいただいたわけなんですけれども、そのリベンジということなんでしょうか。豚肉の代表的な料理とんかつと、そして牛のカルビ肉が合わさったこちらカレー丼っていうことでね、いや、肉の夢の共演とでも言いましょうか、丼の中で肉の夢が溢れてるみたいな感じになりましたけれども、その期待をはるかに超えてくる味で、まあ、ジャンクながらもね美味しくパクパクといただくことができましたね。そしてアドリブで加えたソースとマヨネーズ、もうこのべっちゃべちゃになった感じ、口の中はカオス状態なんですけれども幸せ感、幸福感で溢れると、
入った感じに仕上がって、いやとっても美味しかったですし、大満足でしたね。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は伝説のスタ丼屋さんの牛カルビ合盛カツカレー丼の肉飯増しいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ